どうもマンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日ですね、都立大学付近で物件調査をしておりまして、ひもんやのところからですね、目黒駅付近を通りまして、青少校前を左折で白金高輪向かっております。白金ザスカイですね、竣工してからまだ建物下からですね見ていなかったので、夜なのでチラ見程度にはなるんですけども、見ていきたいと思います。また一部ではあるんですけども、側転売中古動いてきましたので、それがどれぐらいで動いてるかっていうのをですね、簡単にですけども触れさせていただければと思います。はい、白金ザスカイ到着です。かっちょええですね。確か地権者さんの入居は始まってたかと思います。先ほどから不動産屋さんがですね、たくさん出入りしてますね。賃貸等の案内でしょうか。歩いて公開空地のところですね、行きたいと思います。この形跡の白金ザスカイもかっこいいですよね。美しいでございますね。かっこいい。いやー、なんかもうこっから見ても普通に大きいマンションですけど、やはり2棟合わせてみるとより迫力があるんすよね。いや、かっちょええ。首都高側の遊歩道のとこもかっちょええね。いや、これいいっすね。再開発タワーというだけあって、やはり足元もゆとりがあっていいっすね。白金高輪駅徒歩3分、新築時の坪単価は約680万円。現在の坪単価、部屋にもよりますけども、ざっくり平均で820ほどとなります。個別の動きとしましては、新築時にですね、1億4000万円台でしたお部屋が、1億7500万円。そして新築時に1億7000万円台だった部屋が、2億。5000万円ほどということで、部屋にもよるんですけども、8000万円ほどですね、値上がって動いている事例もございます。いやー、白金ザスカイですね。まあ、出たての時は安いっていう感じでは全然なかったですけどもね、まあ、買って間違いない物件っていうところはありましたけども、それがもうガーッと上がってますからね。まあ、それで、もう一伸び二伸びは多分あると思いますね。今、先ほどお伝えした即転売よりも、一般の購入者の方が引き渡し受けてからの動きの方がおそらく高値で動くんじゃないかなと思うので、もう一伸び二伸びはまああるんじゃないかなとは思います。いやー、いいですね。ということで、簡単にではございましたけども、白金ザスカイ竣工後ですね、夜の風景をですね、お届けさせていただきました。今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。それでは失礼いたします。いや、いいっすね。ありがとうございました。